高橋由一チャンネル。麻生さんが、行動宣言効果あったのかって発言してネット上で他人事じゃねえかっつってプチ炎上しましたけど、これ確かにね、はい、分科会っていうのが人流抑制しないと、はい、コロナの感染がどんどん広がっちゃう、はいはい、8月末ぐらいには全国で何万人になっちゃうとか言ってたからね、ちょっと外れてるよね。だからみんな、ええー、と思っちゃってたけどね。で、そこのところは正しいんだけど、政府の分科会っていうのは、まあ、有識者の会議っていうので、はい、まあ、審議会なんですよ、政府の。で、ね、審議会って一般的にはね、決定はしないの。これはよく覚えてた方がいいんだけど、なんかね、マスコミの報道だとね、審議会が決めてるように喋るんだけど、うん、審議会が決定するってことはまずないんです。はい。それで、その上に、関係閣僚会議っていうのがあってね。じゃあ、関係閣僚会議ってなって、その下に分科会があるの。ああ。うん。それだから、関係閣僚会議の方がし、分科会に意見をもらって決定してるわけ。で、決定してるから最後、菅さんが、まあ、発表してるんだよね。でね、そこの関係閣僚会議に、実は麻生さんもメンバーなんだよね。あ、そうなんですか。だからね、今頃言わないでね、関係閣僚会議で決めるときに言ってよっていうのが私の意見です。ちょっと遅いよと、今頃言われても困るよと。だから、そういう意見があるんだったら、関係閣僚会議のときに言ってくれればよろしかったでしょうと。この仕組みをみんなね、知らないでね、なんか審議会が決めてるように言うから、おかしいんだよ。政府の中の仕組みとしてね、審議会で決定権があるのってほとんどないから。あ、うん、その上の関係閣僚会議って政治家が決めてるわけ。政府の方針として。言ってることは正しいかもしれないけど、うん、もっと前に言ってくれないと話にね、ちょっと違うでしょうと。今これがあっても困るよと。もう今言っても何も変わんないから言ったってことですか。なんかアリバイ作りみたいな話でしょ。そうです。それはちょっと政治家としてはね、言うべき時に、決定権がある人だからね、言うべき時にちゃんと言ってくれというふうに私は思いますよ。第三者じゃないんだから、うん、私みたいなね、全然決定権関係ないね、評論家的な第三者の人が言うんだったらわかるけれど、はいはい、一応決定権ある人だからね、関係閣僚会議の時にね、なんかそういうふうに行動制限すべきというふうにね、いついつまでにね、なんだ、緊急事態宣言って話になった時に、はいはい、それでこういう意見が上がってくるでしょ、うん、その時にちょっと意義言って、うん、それちょっと待ったって言ってね、はい、もうちょっともう練り直してくれとか言ったっていいわけよ。なんか随分でも尾身さんの意見に引っ張られてる感じはしますよね。だから意見が分かんないからでしょ。でもさ、要は、私だったら最初から、まあ、この番組でいつも言ってるけれど、はい、分科会の、はい、予測ずっと間違ってるから、そうです、予測間違ってて、間違ってるってことは、まあ、最初にね、42万人死ぬって言ったらね、はい、2000万人ぐらいがね、はい、もう感染しちゃうから、はい、そうすると医療の、充実をいくらしても意味がないから、はい、結果的には行動制限の話しか答え出てこないよね。はい、それはおかしいんじゃないのって言ってたわけ。はい、最初にだから、このくらいしか増えないと。だからこのくらいしか増えないっていうのを予測してたし、それで、それについて対応するっていうのは、要するに行動制限も一つの対応かもしれないけど、医療の方を拡充して対応するっていうのも一つのやり方でしょって言ってたわけ。それで、それについて、私はそういうふうに思ってたから、予算も随分つけて、1.5 兆円の予算もつけたりしたんだけど、そこは使わない。それでちょっと他に病床のベッドの予算は、取ったんだね。取ったんだけど患者が出てなかったんでね。はあ、結果的には全然医療の方を拡充するってことはお金もつけてるし、なのに実際やってないわけ。うん、それは変でしょと。ずっと言ってるじゃない。だからそれから思うと、最初にあんな変な予測をしたってこと自体が、はあ、もう先に行動制限の結論ありきじゃなかったかと私は思ってるよ。8割おじさんって間違ってましたって言ったんですか？ずっと間違ってるっていうのは、数学モデルって実はね、簡単でね、はい、実は前提に全部依存するんで。はい。だから間違った時には前提が何が間違ったってすぐ分かる。ああ、はい、はい。だから前提に依存して答えを出すわけね。計算だからね。はい。その時に前提を入れるわけね。はい。その時に、後で結果から見ると、その前提が間違ってるから答えが間違うんだよね。はい。それだから前提がこれが間違ったって言わなきゃいけない。はい。言ってないよ。あら。それで、人、打率1割か2割なんだよ。打率1割か2割で、その前提が方に間違ってるって説明しなかったら、数学モデルというに名を借りて、政治発言してるとしか思えないよ。それは、もう医師会の意向でね、医療の供給体制の方に手をつけない。
ていうふうなのがメッセージとあったと私は思うよ。あれ、あ、そんなに外してるのになんでその発言をマスコミが結構大きく取り上げるの？そう、取り上げるでしょ。それで、私なんかさ、実はほとんど当たってんだよ。はい。で、なんかいろいろさ、ネットで高橋間違ったって、はっきり言って間違ってないよ。あの、要するに、オリンピックの時には、始まる時までしか予測しなかったってだけだ。はい。始まる時まで予測当たってんだよ。はい。で、その後なんでしなかったかっていうのを何回も言うけど、そんなのワクチンが行き渡るから死者が少なくなるの分かってたから、はいはいはい、今の意味ないでしょって言っただけだよ。あの、この間のもう第5波終わるっていうのも当たってます。全部当たってるよ、私は。私、打率8割以上じゃないかな。だからその意味では全然取り上げてくんなくて、ささなみ言っただけで怒られてるんじゃない？そうですね。もう薄売りモデルで言ってるだけなのにさ、なんか不思議だね。だから、実は私が予測がほとんど、あの、1波から4波までは全部当ててるっていうのは結構ネットの上で有名なんだけどね。はいはいはい。外れてませんよ。はい。私結構これ自信があるんだよね。それを取り上げないのは、都合悪いからでしょ。都合悪いんですか。だって私の予測は波はこのくらいですから、医療の救急体制増やせば対応できますって話だ。で、実際そういうふうに政策もやってるんだよ。でも医療の救急体制を増やすっていうふうにとっては、それが、この答えが嫌な人が多いからってことでしょ。それでもっとたくさん亡くなるって言って、ってことなんですね。そうすると供給体制を拡充して意味がないから、行動抑制だけしか言ってないじゃない。だから分科会私から思うと、本当に素人だよ。だからこれね、こういうのってね、はっきり言うと政権が変わった時に検証してもらいたいんだよね。はいはい、あ、そうですね。しっかりとね。そうですね。新しい政権になったら検証できるでしょ。こういう時に予測が正しい人を選んだ方のが、実はより、まともなんだよね。こういうの実績があるから、はいはい、みんな予測してるんだから、わかるじゃない、はいはい。高橋さんに近い打率の人っているんですか？私多分一番高い。ちょっとこれ自慢かかる。ちょっと全部知らないが、全部見てるわけじゃないけど。少なくとも私は1波から4波で全部当たってます。5波も、途中までの計算では当たってます。そうです。話変わりますけど、おみさんのインスタグラムが結構人気なんですけど。いいね。YouTube で儲けてるの。なんか随分余裕があるなって気がしてる。もうあれなんじゃないの？医師会の大弁が終わってね、もう役御免なんじゃないの？あ、そういうことなんですか、うん、要するにこの間1年間だけ医師会の方の大弁っていうのは、医療の救急体制を抑えて、人流抑制に努めようってことだと思うから、そのミッションも終わってんじゃないの？新しくなって医師会の力を落とすことができないんですか？今回の話ね、検証したらいいんだよ。医師会の話について、どういうふうに効果があったかっていうのを、提言をね、検証できるでしょ。ぜひね、あれで自民党総裁選でもこの検証っていうのをね、候補の人が言ったらよろしいと思いますよ、私は。誰か言ってる？だいぶ言ってますよ。あらら。なし崩しに、うやうやにされそうですね。そうですね。これまた次こういうのが来たら、また同じことになりそうですね、そうすると。うん。ねえ、最初にね、とんでもないね、予測をしてね。これで、もう人流抑制です。人流抑制一本やりに行くっていう可能性ありますね。そうすると、学習効果がないって話になりますよね。いやー。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。